1年を通して過ごしやすい気候で、フランスの最も美しい村々が集まる南仏プロバンス地方。南は美しい地中海に抱かれたコートダジュール、北はアルプスに囲まれた素朴で個性豊かなプロヴァンスの村々で形成されています。ローマ時代の遺跡が残るアルルや、フランス民謡でも有名な文化都市アビニョン、その他にも画家セザンヌが生涯愛した街エクスアンプロヴァンスや、フランス第三の都市マルセイユなど、プロヴァンスには見どころが数多く存在します。今回はそんな魅力あふれる南フランスのおすすめの観光スポットをご紹介いたします。陽光輝く地中海の港町で、フランス最古にして最大の港町マルセイユ。19世紀の作家アレクサンドル・デュマはここを全世界の集会所と呼んだそうです。美しいエメラルドグリーンの入り江の海岸線のドライブやクルーズなど、観光都市としての魅力も満載です。この町発祥のブイヤベースをはじめ、新鮮なシーフードを使った美食グルメもおすすめです。南フランスのプロヴァンスアルプコートダジュール地方にある大学都市エクサンプロヴァンス。ポスト印象派の画家ポール・セザンヌの出身地としても有名で、彼が幼年期を過ごした別荘のジャド・ブーファンやアトリエといったセザンヌゆかりの地を歩いて巡ることができます。セザンヌは街を見下ろす白い石灰岩をサント・ビクトワール山やその周りに広がる田園を題材として多くの作品を残しています。南仏プロヴァンス地方の北部にある中世の建物が数多く残る城壁の町アビニョン。フランスの北から南の地中海に向けて流れ込むローヌ河畔にあり、交通の要所として9世紀から12世紀にはプロヴァンス地方の中心都市になりました。毎年夏には世界的に有名なアビニョン演劇祭が開かれるなど、さまざまな魅力を持った歴史と芸術、文化の街です。ゴッホの絵画の舞台としても知られる南仏プロヴァンスの都市アルル。南仏特有の温暖な気候、ローマ時代の遺跡、そして町の北を流れるローヌ川、オレンジとベージュで構成された古い町並みが特徴の町です。その他にもゴッホの才能を開花させた風景、マリアたちの伝統が息づくカマルグの聖地、白馬が疾走しフラミンゴが踊る野生の楽園など、見どころは無数に存在します。地中海を望む南仏の中でもイタリアに近いコートダジュールと呼ばれる地帯、その中心都市としてパリに次ぐ2番目の観光都市がニース。地中海性気候のため年間を通じて暖かく快適な気候で、海岸沿いの遊歩道プロムナードでザングレを散歩したり、庶民的な雰囲気の旧市街で美味しい食事を楽しんだり、美術館でアートに浸ったり、優雅に過ごすリゾート時間は贅沢そのもの。フランスの地中海沿岸にある独立都市国家モナコ。モナコの面積はわずか 2.02 平方キロメートル。街間に次いで
世界第二の小国となっています。高級カジノやヨットハーバー、年に一度モナコ市街地で開催される名高いモナコグランプリで知られており、中心地区のモンテカルロにはエレガントなベルエポック時代のカジノ施設や華やかなモンテカルロオペラハウスがあります。また豪華なホテル、ブティック、ナイトクラブ、レストランが立ち並んでいます。フランスの南東部に位置する小さな町、エズ。エズはリゾート地として有名なフランスのニースから片道30分ほどの距離にあります。町自体は地中海を見下ろす海抜427メートルの岩山の上にあり、まるでワシノスであることからワシノス村とも称されています。ブーゲンビリアやジャスミンの花が一年中絶えることなく咲き誇り、中世の面影を残し、石壁の小さく可愛らしいおとぎの国のような景観が広がっています。ニースからバスでおよそ1時間、南仏コートダジュールに数多くあるワシノス村の中でも美しく多くの画家たちに愛されたサン・ポール・ド・ヴァンス。中世にタイムスリップしたかのような街並みの中に現代アートのギャラリーなどが多く存在しており、城壁に囲まれた石畳の街並みは歩いているだけで映画の主人公になったかのような気分になります。コートダジュールにある国際映画祭で有名なリゾート地、カンヌ。海岸に沿って曲線を描くクロワゼット大通りには砂浜のビーチ、高級ブティック、豪華なホテルが並んでいます。また映画祭で有名な場所なので街角にアートが潜んでいたり、建物の側面に映画の主人公が描かれていたりと、映画好きには外せない観光地となっています。カンヌとニースの間くらいの場所にあるコートダジュール第三の街、アンティーブ。夏のバカンスの避暑地として人気の街で、多くの芸術家たちにも愛された街です。海を見下ろすように立つピカソ美術館やペイネ美術館、南仏の名産品が集まる活気あるプロヴァンス市場、冬でも温暖なコートダジュールならではの青い海、ショッピングも楽しい旧市街と、ときめく観光スポットがいくつもあります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。